ご視聴ありがとうございます。旅する獣男子のバオシンです。この旅行動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。小豆島編第5話お届けします。現在地は香川県高松市の栗林駅、回遊式の日本庭園栗林公園の最寄り駅にあたります。この映像を撮ったのが2023年4月5日なんですけれども、前日といい撮影当日といいハードスケジュールが続いていまして、ちょっと体力を消耗しています。ですのでまずはあちらに見えているビジネスホテルサンシャイン高松さん、今晩僕が一泊素泊まりでお世話になるホテルで体を休めて、夜が明けてから栗林公園散策ゆっくり楽しもうと思っています。最近知ったんですけども、栗林公園には他の日本庭園にはない楽しみがありますので、そちらもぜひ一緒に楽しんでいただければと思います。それでは栗林公園のことは一旦置いといて、あちらのホテルにチェックインしたいと思います。栗林公園こんな感じなんですね。改札で青春18切符を提示し、階段を降りると目の前にはもうホテルが見えていました。駅から見えていたビジネスホテルサンシャイン高松さん、こんな感じですね。チェックインします。こちらのお部屋です。ここが今回利用させていただくビジネスホテルサンシャイン高松さんのお部屋です。予約したサイトはいつも通り楽天トラベル、一泊素泊まりプラン4300円でした。ご覧の通り、一般的なって言い方が適当か分かりませんが、ビジネスホテルのワンルームタイプになってます。トイレこんな感じです。おはようございます。2023年4月6日の朝を迎えました。一晩過ごさせていただいたビジネスホテルサンシャイン高松さんを離れまして、早速今からチェックアウトして栗林公園に向かいます。チェックアウトも無事終わりまして、今から向かうわけなんですけど、土地勘のない場所なので、ゆっくり確実に行きたいと思います。真上の方に栗林駅を出発する列車が見えるんですが、とりあえずまっすぐ向かいたいと思います。栗林公園の近くまで来ました。さあ、どこから入園できるんでしょうね。あそこかもしれませんね。栗林公園に到着しました。早速園内入ります。大丈夫そうです。開門時間が5時半、閉門時間が夜の9時まで。桜のライトアップやってるものですから、それで多分入場できる時間が伸びてるんだと思います。入場券購入できました。大人1人410円だそうです。桜の咲いている場所教えてもらいましたが、いつも通り容量の悪い僕です。あんまり覚えられてません。なので地図を見たり園内の散策マップをもらっているので、それを見ながら初めての栗林公園散策していこうと思います。栗林公園内にも食事ができる場所があって、ざっとこんな感じなんですけど、今回目をつけているのはこちらの花園亭さんです。朝がゆ食べれるといいな。まあこんな感じでゆるーく散策を始めました。栗林公園に関する詳細はこちらをご覧ください。最初の花見スポット、券売所から歩いて1分かからないぐらいのところにありましたが、ご覧の通りだいぶ散ってます。昨日の雨の影響も多少はあると思います。このせいか少し物寂しい感じになってしまいましたね。だけではありません。あと2カ所ぐらいあると聞いてますので、ゆっくり見物して回ろうと思います。
最初の花見スポットから少し歩いてみると、ご覧のようにたくさんの笠車が飾り付けられた場所がありました。そうそう、立林公園に初めて足を運んで勉強になったことがもう一つあります。それは2通りの散策コースがあるということです。一つがこちら、南庭回遊コース。要は庭園の南側をぐるっと一周するコースです。もう一つは公園の北側を周遊するコース。今から歩く南側を一周するコースは所要時間1時間だそうです。拙速迎え入れるような感じでコースが始まってますので、映像を通して体感していただければと思います。名前はわからないですが、鳥の鳴き声が非常に心地よいです。ここが北湖。錦鯉がたくさん泳いでます。さらに奥へと進みましょう。ボタン石と見返り石、あの石のようです。次はここを進むみたいです。日暮らし亭という茶室の木の看板がかかってますね。これが日暮らし亭です。日暮らし亭について説明する案内看板は少し離れた場所に立っていました。この辺りも桜が散ってしまってますね。葉桜になってる。結構大きな池だな。漢字に弱いので読み方間違えてるかもしれませんが、ここは西の湖と書いて西湖か西湖か分かんないんですけど、という湖らしいです。ここにも鯉がいますね。ここが旧日暮らし亭。旧日暮らし亭なんですが、土日祝日の朝9時から午後4時半まで公開ということで、今日は水曜日なので中に入ることはできないみたいです。あちらの石壁だったり、それからこの滝であったり、うまい言い方はできませんが、なんか違う世界に入り込んだような気分にはさせてくれます。割と早い時間帯に来たこと、それから平日ということもあって、園内を周遊するのは非常に快適です。ゆっくり散策することができてます。こんなところに鯉がいるんですか。こんにちはみたいな。でも前回の配信で小豆島を旅立ち高松に降り立ったわけですが、雨がとても心配だったんですけれども、おかげさまで今日は晴れてくれました。いい空だ。ちなみにハンディカムでご覧いただいている方がホーブビルという琉球産のソテツがここに植樹されているそうです。鯉が餌を求めて顔を近づけておりますが、あ、なんだこれ、金ピカの鯉。おっと、飛び石が待ち構えてますよ。よっと、着物ですからゆっくり行かないと。飛び石を渡り切りました。ここが菊月亭さん。でも三脚自撮り棒持ち込み禁止だそうです。南側の回遊コース、次はここを進めということみたいです。
モチツツジ。モチツツジの向こうに小高い丘のような場所が見えたので向かってみることにしました。変わったあの橋の両側に菖蒲の花植えられてるんですけど、まだ見頃ではないようです。コースを外れてしまったようなので戻ります。この松は大正天皇が自ら手植えされた松なんだそうです。朝日を浴びて神々しさが増してますね。あんなところに亀がいる。あ、いた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 。泳いでる。陸亀かな。水面に顔を出して呼吸してますね。あ、潜っちゃった。南側を散策するコースもいよいよ大詰めです。この道を進んでいきます。この先に栗林公園一番のビュースポットありますから楽しみにしててください。この辺り風岩と呼ばれる場所みたいなんですけど、色づいてはいませんが、もみじの葉っぱがこの辺りを彩ってますね。この辺り禁止法と呼ばれるみたいなんですけど、しばらく歩いていると目の前にとても立派な木の橋が現れました。この橋は円月橋というそうです。ここが吹上亭さんです。まだ営業時間ではないようです。花園生産断られたら、こちらの吹上亭さん行ってみますか。この辺りにも鯉が多いです。ここから見える橋が素晴らしいんです。多分栗林公園のパンフレットだったり入場券にも使われている橋だと思うんです。詐欺か何かだと思うんですけど、獲物を待ち構えるようにずっと直立不動。いや、動いた。また直立不動に。あ、飛んでた。ちょうどここに飛び石があるんです。足元に気をつけてゆっくり渡り切ると、ここが平井峰、園内随一の眺望景観をぜひご覧くださいということで。そう言われたら見に行きましょう。平井峰からの景観、眺望を楽しみましょう。レッツゴーです。この場所が平井峰。ぐるっと見ますとこうなります。この景観は確かにおすすめに上がっても何ら不思議でもないです。上がるのはいいんですけど、ここから先急になるんで気をつけておきたいと思います。どうやらぐるっと一周したようです。ちょうど1時間経過しました。栗林公園が他の日本庭園とは違うといったのは、この庭園内を船で回れるということなんです。
乗船券早速買いました。大人1枚620円でした。乗船時間が10時からで大体30分ぐらい。それで注意事項としては大きな荷物は持っちゃいけないらしいんで、バックパックは下ろさなきゃいけないです。それともし撮影 NG となったら雰囲気だけ後でご報告をさせていただこうと思います。今出口の方に向かって歩いているんですけれども、乗船場の船頭さんに伺ったら、自撮り棒を伸ばしたり縮めたりするのはやめてくださいということでした。船の上から立輪公園バッチリお見せします。こちらが花園亭さんです。店内での撮影も OK もらいました。早速入ります。後ろ置物がいっぱい並んでるんですけど、花園亭さんが着物の着付けレンタルされてるみたいです。お店の方からお茶いただきました。ほっとしますね。たらい丼用のおつゆが来ました。これがたらい丼です。それではいただきます。紙をここに全部入れちゃって、全然違いますね。ここで朝ごはんにするつもりで来たんですけど、大正解でした。コシの強さと歯触りの良さ、喉越しの滑らかさも抜群。花園亭さんでたらいうどんの冷やしいただきました。花園亭さん、美味しいたらいうどんをご馳走になり本当にありがとうございました。乗船の時刻が近づいてきたので、再び乗船場に戻ることにしました。その道中、沿道に立ち並ぶ桜並木があまりにも見事で、眩しく輝いて見えました。この青いテントが待合所です。船を利用するときは、スゲ傘とライフジャケットの着用が必要になります。スゲ傘にチェンジです。立輪公園名物船での周遊始まります。一番前に乗ります。おお、結構揺れる。もう間もなく出発です。2023年4月6日午前10時、いよいよ船による南湖周遊が始まりました。船頭さんの穏やかな語り口と悠然と泳ぐ鯉たちの歓迎を受けて、船は一路南湖へと進路を取ります。正面に現れた橋の名前は芸春橋。まずはこの橋の下をくぐり南湖に侵入します。芸春橋をくぐると目の前に円月橋が、向かい側には保健所があり、船から見上げる円月橋は他から見た時とは全く違う印象を与えます。円月橋を背にして船はさらに進みます。進行方向右側に現れたのは風所、対岸には風岸があります。この風岸には1羽のサギがいて、一方こちらではスッポンたちが日向ぼっこの真っ最中でした。やがて真正面に現れたのは寝上がり御用松という大きな松の木。菊月亭さんの中にあるのをこの時初めて知りました。そろそろ折り返しの時間です。もう一度あの芸春橋を通過します。2023年4月6日午前10時25分、船は船着き場に帰ってきました。あっという間の25分間でした。本当に楽しい船遊びでした。さて、
栗林公園の散策も見慣れです。栗林公園、庭園の南側を中心に散策をしてみました。どうだったでしょうか？今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうか？ぜひこの旅行動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。ご満足いただける内容ではなかったかもしれませんが、少しでも面白かった、そう思っていただける内容になっていたらいいなと心から願っています。さて、今回の小豆島編なんですけれども、僕の勝手な都合で申し訳ないんですが、次回をもって完結とさせていただきます。津山で家族と待ち合わせをしていますので、本当に地味で面白みのない内容かもしれないんですが、高松市を離れて瀬戸大橋を渡り、そして津山線を経由して津山駅で家族と再会というテーマでさせていただこうと思ってますので、どうぞお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。